ばんは、おみやです。今日はですね、中川町にありますレストランみちさんに行ってまいりました。場所なんですけれども、国道293号線沿い、セブンイレブン中川町馬頭店の交差点を曲がりすぐあります。近くには馬頭中学校や馬頭広重美術館があります。ハンバーグやオムライスが人気の昔ながらの洋食屋さんで、雑誌やメディアでもよくご紹介されているお店です。店内はテーブル席になっていて、映像の他にも3テーブルあります。メニューなんですけれども、オムライス単品があり、オムライスのセットでオムライスとハンバーグやエビフライ、牛照り焼きがあり、ソースはデミグラスとトマトソースが選べます。鉄板焼きでハンバーグやポークカツ、生姜焼き、チキンカツなどがあり、カレー類でカツカレーやシーフードカレーなどがあり、グラタンやドリア類、ピザ類があり、ナポリタンやカルボナーラ、トマトスパゲティなどのパスタがあり、ドリンク類はコーヒーやウーロン茶、クリームソーダなどがあり、ビールやワイン、焼酎などのアルコール類があります。季節の素材を使った未知なるケーキもあります。おはるさんはオムライス&ハンバーグ 150g のセット1500円で、オムライスのソースをデミグラスソースにしました。セットには前菜、スープ、プチケーキがつきます。私はナス豚肉の生姜焼きセット1600円、ライス大盛りプラス100円を注文しました。鉄板焼きのセットにはスープ、ミニサラダ、ライスがつきます。卓上には粉チーズ、タバスコ、塩、コショウが置いてあります。はい、ご生姜焼きね。あ、カメラでございます。まずはサラダと前菜の到着。いただきます。いただきます。この男、ドレッシングが2種類あり、醤油と喉にツンとくるからしでしょうか、非常にコクがあるドレッシングです。おはるさんの前菜はカブやウドでしょうか、ほのかなしそ風味の味付けになっていました。はい、すいません。さあやってきました、ナス豚肉生姜焼きご飯大盛りとオムライス&ハンバーグ 150g のセットの到着です。生姜焼きですが、人参、インゲン、ポテトが添えられています。お肉ですが、スラムダンクに登場する三井寿司のように生姜がキリッとして甘みのある味付けになっています。肉の味もしっかりしていて、脂身の甘みがよく、くどくなく、三井寿司のようなイケメンな生姜焼きです。おっと、食べている人もイケメンですね。付け合わせもいい味付けです。ハンバーグですが、ナイフを入れるとすごい、肉汁ブシャーです。三井寿司のシュートホームのような滑らかな断面、肉肉しくて肉の味と旨味がしっかりしていて、デミグラスソースはコク深く、後からいい感じのしょっぱさが突き抜けます。オムライスですが、マッシュルームと玉ねぎが入っています。バターが香り、ふわとろ食感で優しい味で、オムレツライスといった感じで、ご飯がケチャップライスではなく卵が混ざった感じの不思議な食感で、中学 MVP 三井寿司のスリーポイントシュートが決まるくらい、とてもうみやです。オムライス&ハンバーグ、応援団長のりちゃんのように感動的な味付けです。そして私の生姜焼きがいつの間にかおはるさんに強奪されていました。スープさんですが、ちばす。スープさんですが、あっさりしながらも旨味がしっかりしたオニオンスープです。人気のハンバーグとオムライスが一緒に食べれるなんて最高ね。そういえばレストランみちさんの駐車場なんですけれども、お店の目の前に専用駐車場があります。おみゃーはこの道を行けばどうなるものか、食べ過ぎて肥満になるさ、迷わず行けよ、もうなっているさ、バカ野郎って前回の動画でも言っていたわね。レストランみちさんの美味しさに圧倒されています。まさに炎のレストランみっちゃんです。おはるさん完食です。私はご飯のおかわりをしたのですが、間違えて録画終了をしてしまい、おみゃーのごちそうさままでの流れが取れてませんでした。おはる先生、録画がしたいです。完食です。一口デザートですが、あっさりしたごまのムースと、ほのかにオレンジが香るしっとりロールケーキでした。完食です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。デートで訪れたいお店ね。そして私の大好きな三井寿司とも来たいけれども、目の前にいる自称三井寿司の男が何なのかね。
はい、といったわけでレストランみちさん絶品オムライスにハンバーグ、そしてお肉もタレも美味しい生姜焼き、大変満足しました。他にも栃木県内の飲食店の動画を上げてますので、そちらもご視聴チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ではバイバーイ。